ましょう。何度も呼んでるんだから返事くらいしなさいよ。食べている時の顔ではないわね。私でよければ。
私にはわからないんだけど。普通？どうかしら。ちゃんと印象に残る味だと思うし、カシオのケーキならではの特徴もあるんじゃない？誰でもこのケーキを見たら綺麗だって思うし、食べたら美味しいって言うでしょ？みんなが笑顔になるケーキを作りたいって、あんたはいつも言っているじゃない。私にはさっぱりだけど、みんなを笑顔にすると思うのがダメなら、そう考えないで作ってみたら？試しに作っているのでしょ？お客さんに出すわけではないのだし、いいじゃない。
また私なの？嫌じゃないし、美味しいものは好きなんだけど、体重が。いえ、大丈夫よ。好みね。ガツンと甘くて香りも強くて主張が強いのは嫌いじゃないわ。洋菓子を食べ慣れていて濃い味が好きならいいと思うわ。呼んでくれないなんてあんまりです。
ま通りかかったから味見してただけよ。ショコラも食べてみれば？しょうも。Thank you.
みんな美味しいって言うわよね。箇所の言い分もわからなくはないけど。ショコラモーニングスターです。微妙に物騒な名前になってるわよ。命名が適当なショコラも可愛い。
チョコね。すっごくチョコレートケーキですね。チョコラ、おいしい。
甘めの紅茶には合うかもね。ジュースもいいかもですね。次はシナモンね。じゃあ姉ちゃんも一緒に考えようよ。私はいいわよ。普通のケーキが好きだもの。けど、メイプルをかけたケーキなんて作ってもらおうと思わないからね。って言わないでよ。そうね、紅茶のケーキって意外と紅茶と合わないというか、味が似通ってていまいちなのよね。好きという人もいるけど、だからあえてフレーバーの強い紅茶のシフォンケーキを考えてみたのよ。確かに紅茶が欲しくなる感じ。紅茶の香りの中にバターの風味が。美味しいわよね。
から新しくないし、主役がケーキじゃなくて紅茶のような気が。冗談よ。次はシナモンの番ね。真面目に考えたかしら。一枚一枚作ってあって凝ってるわね。発情してんじゃないわよ。真剣に考えると
おしべとめしべになっちゃうのね。めしべのところはちょっと食べにくいけどね、精神的に。必要なら呼んでちょうだい。いつまで興奮してるの、おしのもん。仕事に戻るわよ。仕事に戻ります。